ちは。こんばんはかな。ヨガインストラクターのゆかです。さあ今日は癒しの寝る前に行うリラックスヨガを行っていきたいと思います。さあ準備するものはブランケット、タオルなので構いません。ブランケットを1枚か2枚用意してもらったら、クッションを1つ、大きめのクッション、もう枕でも大丈夫です、準備してもらって、でそこからまず仰向けから入っていきますね。さあちょっとねクッションを頭の後ろに置いてもらって、頭の位置が少し高くなるようにしたら、脇の下グレープフルーツ1個分以上のスペースを空け、手のひら上向きにして軽く目を閉じていきます。さあ鼻から深く息を吸って、鼻から深く息を吐いて、ゆっくりと柔らかい呼吸を繰り返していきます。心地よく吸う息と吐く息を感じて、さあそこからゆっくりと右膝胸の方に引き寄せていきます。両手で膝をぐーっと抱えるようにして、自分の方にぐーっと引き寄せていきましょう。左かかとぐーっと遠くに蹴っていきます。かかとを遠くに蹴ってください。息を吸って膝を少し遠ざけ、吐く息でお膝を胸の方にぐーっと引き寄せます。繰り返しましょう。吸って右膝を少し遠ざけて、吐く息で右膝を胸の方に引き寄せます。もう一度吸って、吐いて引き寄せて、さあ今度は足を伸ばしていきますね。でそこからかかとで少し小さな円を描くようにゆっくりゆっくり回してみましょう。天井に小さな円を描くように右のかかとをぐるぐる回します。お膝は少し曲がっていても構いません。ピーンと伸びて力が入りすぎないようにしておきましょう。反対回しもゆっくり回して、そこから大きく息を吸って、吐く息左側に向かってぐーっとかかとを遠くに蹴っていきます。左手を軽く添えてあげたら、右手右肩の高さに開き、目線右手の先を見ます。鼻から吸って、鼻から吐いて、ふー、吐く息ごとに右の肩が床に近づいていきます。吸って、吐いて、ふー、もう一呼吸、吸って、吐いて、元に戻したら、一度右膝胸の方にぐーっと引き寄せて、吐いて、さあそこから今度は右膝を右の脇の下に向かってぐーっと引き寄せていきましょう。腸高血腸のマッサージになります。さあ腸内環境を整えていくために腸のマッサージをしていきます。鼻から吸って、吐く息でお膝を脇の方に向かってぐーっと引き寄せていきます。吸って、吐いて、ふー、少し腕の力を使い、肩の力はリラックスしましょう。吸って、吐いて、ふー、で次の吸い気でゆっくりと元に戻してきたら、一度両膝を胸の前で抱きかかえ、少し右と左にゆら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 と揺らします。真ん中で動きを止めたら今度は反対です。右足を前に伸ばしたら、左足を胸の方に引き寄せて、吸って、吐く息でぐーっとお膝胸の方に引き寄せます。吸って緩めて、吐いてお膝を胸に引き寄せる。もう一度吸って、吐く息でふー引き寄せます。さあ今
度吸いながら左足天井方向にぐーっと伸ばして、かかとをぐっと蹴り出したら、そこから少しかかとで円を描くように、小さな円でいいですよ。右のお尻は床についたまま、左のかかとで円を描きます。左膝少し曲がっていても大丈夫。反対回しも行いましょう。小さく丁寧に動かすことによって、股関節周りにかなりいいマッサージが加わっていきます。早く動かそうとせずに、小さな丸い綺麗な円を描こうとしてみてください。カクカクと角張っていない、滑らかなスピードで動く小さな円です。はい、じゃあ大きく息を吸って動きを止め、吐く息で今度は足を右側に倒していきます。で、右手軽く添えてあげたら、左手左肩の高さに伸ばしましょう。左膝曲がってても大丈夫です。鼻から吸って、吐く息で左肩が床に近づいていきます。ワン、吸って吐いて、ツー、もう一呼吸、吸って吐いて、スリー。次の吸気でゆっくりと足を元に戻してきたら、それを右膝左膝胸の前で抱きかかえて、一呼吸吐いて、さあそこから今度は左の脇の下に向かって膝を引き寄せます。吐く息でふーっと少し強く膝を脇の下に向かってぐーっと引き寄せていく。吸って少し緩め、吐く息でふーっと引き寄せます。今度は下行結腸のマッサージ、座腸の毒素をすべて排出していくためのマッサージになっていきます。吐く息で引き寄せて、じゃあ次の吸気ゆっくりと元に戻してきたら、一度両膝胸の前で抱きかかえ、少し膝で円を描いていきましょう。さあ今度はもう手を離して、少し大きめにぐるぐると膝を回していきます。反対回しもゆっくり回して、ゆっくりと動きを止めたら、一呼吸吸って、吐く息で足を下ろします。さあ今度は頭の下にあったクッションをお尻の後ろに敷きます。さあ足裏を合席させるようにして、少し股関節をゆっくり伸ばしていきましょう。両手は楽なところに伸ばすか、もしくは股関節のところに当ててあげたり、お腹の前に手と手を重ねておいてあげても構いません。で、少しお尻が持ち上がっていることによって、下半身によどんで流れていった血液を心臓の方に戻す効果があります。鼻から深く息を吸って、鼻から深く息を吐いて、でゆっくりと優しい呼吸が体全体に流れているのを観察していきましょう。さあもうそのままお休みしたければ、ブランケットを一度取ってもらって、自分の好きなところにかけてもらっても構いません。お腹の前や足先、自分が冷やしたくないところにブランケットをかけてください。で、股関節を開きたくない方もそのまま足を前に伸ばした状態でブランケットをかけていただいても構いません。自分が好きなタイミングでシャバーサナも足を解きほどき、全身の力を抜いて、マットへと身を委ねていくようにリラックスしていきましょう。頭の先から手の指先まで、頭の先から両足のつま先まで、全身すべて
全身すべて、全身がリラックスしています。はい、それではゆっくりとご自身の体を目覚めさせていきましょう。まずは手先、足先をゆっくりと動かして、手をグーパーしたり、足首をぐるぐると回したり、でゆっくりとその動きを止め、吸いながら両手頭の上にぐーっと伸ばし、前後にぐーっと伸びて伸びて伸びて、吐いて、はー、脱力。さあ両膝胸の前で抱きかかえたら、少し右と左ゆらゆらと揺らして、ゆっくりと右側にコロンと横になったら、そこで何度か呼吸をしていきます。さあまだ目を閉じたままで構いません。起き上がる準備ができたら、ゆっくりと手を使いながら、重たい頭最後になるようにゆっくり起き上がり、ご自身の楽な座法で座りましょう。両手を膝の上に、親指と差し指で丸い円印を作り、軽く目を閉じ深い呼吸。さあこのまま夜のリラックス、安眠、快眠へと、ベッドへと移動してください。素敵な夜をお過ごしください。ありがとうございました。ナマステ。